はい、こんにちは。沖縄おば場です。はい、この前病院に行ってきたうんぎゃさんですよ。久しぶりにね、巣から出てきましたので、巣からね。あーいやー、かわいいお手手てですね。はい、ゴロゴロ言ってますね。はい、ね、お口がね、ちょっと痛くなっちゃってね、えー、ワクワクではないですけどね、ちっくんちっくんされました。はい。 ねえ。はい。まだちょっとね、お薬飲んでます。はい。ええー、とね、先ほどの動画の続きですね、ちょっと二極化についてお話ししたいと思います。本当にね、世の中もう二,二極化進んでます。はい、いろんな意味で進んでます。 はい、えー、ちなみに、えー、私はね、とあるところで、えー、まあ、空港って言えば空港なんですけど、仕事をしていて、仲良くしているね、同業他社の方がいて、若い女の子なんですけどね。はい、その方は、失踪しないと言ってました。<laughs> まあ、理由はね、深く聞かなかったんですけど、私はしませんって言ってました。嬉しいですね。そういう方結構いる、いるので、えー、ちょっとね、沖縄はまだ、 ああ、状況がいいかなとは思ってるんですけど、でもやっぱりね、男の方たちはなんか上からの圧力で、職域なんちゃらでね、チックンチックンしちゃう人が多いんでね、しょうがないですね。こういう時にね、まあ、あの、非正規だと、しなくて済みます。はい。こういう時が非正規の強みですね。はい。そういうことです。 そしてですね、えー、まあ、ちょっと、昨日、いろいろ仕事でね、えー、気がついたことがあって、まあ、お客様といろいろ話すことがあるんですよ。で、まあ、向こうから聞いてくることがあるんですよね。ワクワクしましたかって聞く、聞く人結構いるんですよ。なので、私はしてませんって言います。はい、言いました。そしたら、え、どうしてって聞かれます。いやだって、あのー、この前の、女性セブン、あのー、見ませんでした 日本製のワクワク大変、日本製じゃ,じゃなくて海外製のワクワク大変ですよって。不活化のね、日本製のが、あの、できるんだから、まあ、それまで待ってた方がいいと普通判断しますよねって言ったんですよ。そうしたらね、いやー、私一回目しちゃいましたよっていう話をしてて。 あ、一回目されちゃったんですかって。なんかもう、あの、しなきゃいけない状況に無理やり持ってかれたみたいなこと言ってて。え、な、な、どうしてですかって。いや、二回目もね、しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。っていう。え、なんでですかって聞いたら、いや、一回目した時に二回目の予約ね、強制的に入れられちゃったんですよ。って言われて。なあ、そんなのね、もう、無視すればいいと思いますよ。って言って。行かなきゃいいだけの話ですから。 って言ったら、まそしたら、まあ、電話かかってくるって言うんですね。だから、まあ、そしたら、まあ、日本制度できるまで待ちますって言えばいいですよって言って、それで、まあ、伸ばしたらいかがですかって言ったんですけどね。そういう人もいて、ほとんど内地の方なんですけどね。まあ、観光業ですから。で、もう一方は、大阪の方で、もう本当にね、あのー、二回目も全部済ませてた人でした。 でも、絶対的に、あの、ワクワクがいいって信じてたみたいで。まあ、あれですね。えー、で、まあ、女性セブンの記事のことを話したら、え、週刊誌なんて信じてるな、あなた、みたいなこと言われて。でいや、週刊誌って言ってもね、一応、あの、厚生労働省の、 あのー、数字を全部出してますよ。あれ、厚生労働省なので、労働省のホームページから出してるので、まあそしたら厚生労働省を信じるなっていうのと同じですからね、って言ったら、あら、じゃあ私、2回しちゃったんだけど。 なんていうこと言ってるんで。まあ、まあね、それしょうがないですよね、って言って。<laughs> まあ私なんかはね、あのー、アレルギーあるんで、もう絶対慎重になりますけど、アレルギーが何も起こらな,こらなかったらね、まあ、それはそれで運が良かったんじゃないんですか、<laughs> って言ったんですけどね。<laughs> 本当に。そしたら、あそういえば今、今回のね、あのー、ピー、P、のね、 ピーのね、ワクワクは、アレルギー出やすいって噂ですからね、みたいなこと、向こうの方から言っていただいて。ああまあ、そうですね、って言って。それで話は終わりになったんですけど、結構聞かれるんですよ、これが、お客さんから。不思議ですね。なんで聞くんだろうと思って、そんなこと。こっちから言わないんですけどね、なんも。というわけで、えー、なんていうのかな。沖縄にね、 来るまあ、大体聞くのは、あの、年いたおばちゃんとかね。まあ、私よりちょっと上か、私と同年代か。まあ、興味があって聞いてくるんだろうなと思います。はい。そういう感じですね。まあ、一応、松葉ちゃんのことなんか話しますよ。はい。あのー、なんか具合悪くなったら松葉ちゃん飲むといいみたいですよ、みたいな感じでね。ちょっと情報は、あのー、お知らせしてあげるようにしています。 そういう感じですね。まあ、なんというかね、あの、二極化進んでます。本当に。はい。えー、私とね、そう、お年変わらない方でも打たないっていう人は打たないし、もう打つっていう人はもうすでに打っちゃってます。しかし、一個気がついたことがあるんですけど、ほ、<laughs> ほとんど沖縄来る内地の方ですね。ある一定の年齢以上はみんな、全部ワクワク済みですね。 はい。今40代以上って言ったらいいのかどうかわかんないですけど。まあ仕事で来られる方もワクワクズミッと見ていていいでしょう。本当にね、あのー、まあ、いつもね、あの、ヒドロキシなんちゃらをね、飲んでからか仕事に行くんですけど、本当に飲んでなかったらね、もう大変なことにな,なってます。もう飲まないでね、1ヶ月ぐらいずっと過ごして、 てしまってたんですけど、そのあの、ワクワクっていうかね、まあ、スパタンですね。スパタンがそんなに被害ないと思ってた時期があったんで、もうずっと始まってから1、2ヶ月飲まないでいたらもう、まあ、平気だろうと思ってたからでしょうけど、え、どんどん、まあ、具合は悪くなるし、膝は痛くなるし、あー、やばいなと思って。うん、で、まあ、今日はね、あの、なんちゃら、 あの、グリナなんちゃらですね、グリナンチャね。それでビール酵母がいいって聞いてきたんでね、一応あの、エビオスジョーも買ってみました。はい。<laughs> そんなに安い、そんなに高いもんでもないのでね、エビオスジョービール酵母 <laughs> はい。えー、ちょっとね、まだ吐き気と膝の痛みがね、ちょっと収まんないんで。えー、まあ、かなり良くはなりました。はい。あ、えーと、ヒドロキシなんちゃら飲むと本当に良くなります。 でも、毎日飲めるもんじゃないんでね、あれ。出勤の日だけ飲んでますから、出勤じゃない日は、あの、飲まないようにしてます。はい、その代わり、松葉茶とかで、えー、ちょっとごまかしたりしてます。多分ね、2ヶ月とか、1ヶ月とか2ヶ月ずっと、えー、過小、過小評価してたんで、体内にかなり溜まってしまってるかな、可能性がありますね、これ。 で毎日ヒドロキシなんちゃら飲めばいいんでしょうけどまあ一時期ちょっと下毒で数日3日ぐらいね、あのー、仕事のない日飲んでたんですけどかなり、あのー、改善されましたでも仕事に1回行くとかなりもうやばい状態になってきますはいえー、膝もね、えー、全然あの何、ー、て言うのかなもうこういうワクワクのね、えー、そのスパスパ淡々のね 問題がなかった時はもうほんと大股で歩くの超速いってみんなから言われたんですけど、なんか今ゆっくりになっちゃったんですよね。これやばいなと思って。もうなんか膝、階段、うちね、あの、あれなんで、えー、結構上の階なんで、階段登るんですけど、運動のために。そしたら結構痛いんですよね。膝痛むんですよ。あの、降りる時ですね。あ、これやばいなって思いましたね。 はい。えー、今ではちょっと、ちょっと多少は軽減されてますけど、えー、一昨日全然平気だったのが、昨日仕事から帰ってきたらまたなんか膝がおかしくなって、あーと思ってね。これはまあ、まあ、グリグリフェンなのか、ひ、あのー、スパタンなのか、ちょっと、あのー、まだわからないですけど、まあ、グリグリフェンだったらエビオス状で治ると思いますし、まあ、 今までね、その、ヒドロキシなんちゃら飲んで、えー、全然軽くなってたんで、多分もし、これはスパターンの影響かなとも思います。はい。というわけで、なんて言うのかな、本当に二極化が進んでますよね。はい。きちんと対処することが本当に、あのー、解決策だと思ってます。まあ、何にも感じない人もいるみたいですけどね、体質によりけりだと思います、これ、私。 だから自分が感じないから、それはないっていうのは、それは誤解だと思います。で、病も気からというのも誤解だと思います。多分ね、感受性ってその人それぞれなんだと思うので、えー、やっぱりね、影響を受けやすい人と受けにくい人っていうのは、ある程度こう、遺伝子とかね、そういうものも関係すると思います。性別とか年齢とかね。なので、えー、まあね、ある人は血液型にも関係してるっていう結果もありますしね、感受性が。 うん、私も、まあちょっとそう、それはあるかもって思いますね。A 型なんでね、私ね。えー、そういうわけで、えー、情報を取ってね、あの、調べる人と調べてない人と本当に二極化してるっていうことと、まあその二極化している中でも、その対処をする人と対処をしない人ね、やっぱりそれも二極化してるなってちょっと思います。はい。えー、まあね、えー、私たちはね、思うんですけど、 目が覚めてる人は最低限ね、えー、変なところに連れて行かれないようにね。はい。ムーン、ニャムーンナ、ニャンチャラとかね。ムーン、なんちゃら計画とかね。そういうのがありますからね。はい。私、あれはね、えー、闇のイルミナちゃん、なんちゃらさんがね、えー、今回のね、ワクワクで人工なんちゃらをやろうとしてるみたいですけど、それで生き残った人で、 なんてワクワクしてて生き残った人をムンなんちゃらにするのかなと思ってます。はい。まあ、そんなもんでしょう。もうね。そして、えー、闇のね、なんちゃらさんは絶対ね、人には勧めますけど、絶対しませんからね、自分では。はい。そのいい例が、こうなんちゃら大臣ですね。こうなんちゃら、太郎大臣ですね。はい。 こうなんちゃら太郎大臣ですね。はい。あの人ね、宣言してますからね、私はワクワクはしませんってね。はい。すごいですよね。まあ、人にさせといて自分はしないという。はい。まあ、わた、我々もね、しなきゃいいだけの話です。はい。どんなに圧力がかかってもしなきゃいいだけの話です。はい。そして、えー、まあ、スパなんちゃらとかね、グリなんちゃらのね、え下毒を、黙々と、 お、おゃし、ね、粛々としていけばいいだけの話なので、えー、割と簡単です。ただ、あまあ自分の体質がね、どのあれにこう合ってるかっていうのは、やっぱりね、ちょっと、いろいろ見ないといけないかもしれないですね、最初は。うん、私はちょっとあ、あとファイブアラが注文してたのが来るはずなんで、まあファイブアラもちょっと試してみようと思ってます。 ねはい。そんなこんなでね、今、あのー、なんていうのかな、本当に分かれてきてます。はい。えー、打つ人、なんていうのかな。ワクワクしちゃう人とワクワクしない人とがね、えー、どんどん、あのー、分かれてきてるなって思います。私なんかがね、聞かないでもね、向こうから聞いてくるんでね、もうしょうがないですね、こればっかりは。 で、一つね、あの、おかしなことに気がついたんですけど、ワクワクした人はね、やっぱり自分の、なんていうのかな、やった行いが、正当だったっていうかね、間違いではないってことを証明したいんだなってすごく思いました。はい。 えー、私が、まあ、日本製の待ってた方がいいんじゃないですかって。まあだ、だあと数ヶ月ですからね。って言ったら、そんな、今まで待ったんだからね。あと数,数ヶ月待つのも待たないのも同じでしょう。みたいなこと言ったら、まあ、否定し,し,してましたからね、かなり。ねえ、もう、やっぱりね、自分のやったことは正しかったって信じたいんだろうなと思って、そこら辺がまた人間の弱さなんだろうと思うんですけどね。 はい。まあ、しょうがないですね。もう、これは諦めるしかないのかなと思ってます。もう、私もね、えー、もしかしたら、もう、このまま、こう、ちょっと、具合が悪くな,るなり続けるようだったら、ちょっと、仕事もちょっと変えようっていうかね、やめようかなとも思ってます。もう、しょうがないんでね、こんな、膝痛かったりとかね、吐き気してたりとかね、 これが治んない分にはどうしてもないですからね。休んでると治りますからね。<laughs> はい。まあ、そういう感じです。まあ、なんていうのかな。本当に。まあ、ね。今や、おこ、なんていうのかな。世界中で起きてることっていうのがね。ええー、イルミなんちゃらのね。人口なんちゃらですからね。そしてね、あの、目標値は5億だそうですから。多分、その目標値に、こう、 届くぐらいになったら、全面的にワクワクもやめるんだと思いますよ。はい。ねそういうことだと思ってます、私。彼らの計算は。まあ、その前にね、トラさんに出てきてもらえれば一番いいんですけど。まあ、今二極化してます。すごい二極化です。はい。もう三分の一ぐらいね、やっちゃいましたからね、日本人もね。 もう三分の一はもう、うーんって感じですよね。まあ、なんていうのかな。下手すればね、お星様で。うまくいったら、ムーンだからね、月に連れてかれちゃいますからね。うーん。まあ、これはね、と思いますよ。 打たない側の方がいいですね。はい。ワクワクはやらないと。それが一番です。はい。そしてまあ、生き残るようにね、頭を使わないとダメですね。これから。はい。どん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 ね、あのー、周りがそういう人ばっかりになってきますからね。えー、最近ちょっとね、あのー、在庫が少なくなったみたいで、 と、あの、トーンダウンっていうかね、ペースが落ちてるみたいで。それはまあ、喜ぶべきことですね。はい。えー、でもね、まあ、寂しいですからね、やっぱり、こうね、お星様になる人が多くなるとね、寂しいですからね。はい。皆さんね、頑張って、えー、ね、お、なんか、踏ん張りましょう。ここが踏ん張りどこですね。はい。まあ、 闇のイルミなんちゃらのね、あのー、策略に乗せられないように、頑張りましょうね。はい。まあ、最後はこんなんで終わりましたけど、はい、本当にそう思ってます。はい、それでは皆さんまた動画上げます。はい、失礼いたします。沖縄おばばでした。はい。はい、うんぎゃっさん。はい、うんぎゃさんのね、かわいいピンクのお手で、ほら、見せてごらん。ほら。